京都御陵英氏尊所跡御陵英氏は、公明天皇の三ぎを守るための組織、高台寺等とも、慶応3年3月10日に伊藤記念太郎が思想の違いから新選組を離脱、志し同じものを新選組から引き抜いて結成した。一応の離脱理由は、先入寺達中、開港寺の長老であるタイル前の仲介によって、公明天皇の御陵守護の任を拝命したことと、 それに伴い、薩摩藩や長州藩の動向を探るということであった。最初は、五条橋東詰の長円寺に遁所を構えた。一話同心、国内開閉、大開国大峡国を基本とし、抗議による朝廷中心の生態づくりを目指す、独自の政治活動を展開した。同氏は、弟の三木三郎、篠原太能心、藤堂平助、服部竹を、毛内雄之介、 富山弥平、安倍十郎、内海二郎、加納和子中西昇、る、橋本美之助、清原清新荒井忠夫、斎藤はじめの、計15名。他にも、茨城塚佐、佐野七十五三之助、富川十郎、中村五郎ら10名も後に合流を図ったが、単眼に行った合図判定で、茨城、佐野、富川、中村の4人が死亡。 残りの6人が放築という結末となった。これは五領英氏と新選組との間に大使の行き来を禁止する約束があり、そのことを知らずに新選組を脱走して五領英氏に加わろうとした彼らは行き場所を失った形となった。これとは別に、茨城たちの切腹後にタイで居場所を失い脱走をした武田官流斎も英氏側に合流を拒否された。6月、三両奉行。 戸田忠之に属し、長円寺から、東山の高台寺立中、月舞院に移り、金利五両英氏の表札を掲げた。一般的に、薩摩藩に近づいたとされるが、異説もある。新選組とは、砂漠と金の倒幕で他元を分かっただけに、新選組の襲来を恐れて、いつも刀を抱いて寝たという。ただし、近年の研究では倒幕といっても緩やかなものであり。 松平春学らの思想に近かったものとも考えられており、薩摩藩とは一定の距離を置いていたという説がある。11月18日、油の工事事件で、伊藤、東堂、服部毛内が死亡。残った同士は薩摩藩邸に逃げた。これにより解散。その後の五両英氏の生き残りは、赤包隊に二番隊として参加した。ありがとうございます。